れなちゃん、今日は3回目の放送だったんですけれども、なんかだいぶ慣れてきました。慣れてきましたね。楽しかったです、今日は。楽しかったです。なんか皆さんもすごい温かくて、ライブ以上にね、見てくださってる方盛り上がってくださって、本当いっぱいいて、本当に嬉しいです。ありがとうございます。ちょっとほろ酔い加減の方がたくさんいらっしゃいますね。あそこの前の皆さんも楽しんでいただけたでしょうか。わーい。わーい。わー。わー。すいません。はい、すいません。ぐだぐだですね。はい。そんなこんなで、次回は10月9日。10月9日。金曜日でございます。ぜひ楽しみに待っててください。はい。それでは、最後にこの曲を聴きながらお別れです。バニラビーンズでミコーラ。バニラビーンズのラブ&ヘイト、お相手はバニラビーンズのレナーとリサでした。ありがとうございました。バイバーイ。みんな踊ってね。バイバーイ。バイバーイ。ありがとうございました。ちょっと巻いちゃったけど大丈夫かな。ありがとうございました。そんなことないか。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、写真をどうします。すいません、はい、無駄に笑わせましょう。はい、なんか腹筋やばそう。大丈夫です。めっちゃプルプルしてた。大丈夫です。ここどうしようかな。ファンの人バッテリーそしたらここに隠れちゃう人もいない。2人で行こう。大丈夫ですか。うん、大丈夫。隠れます。もうちょっと行こう。行きますよ。はい、いきます。はい、チーズ。 OK です。ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございました。また来月。また来月です。トークの日に頑張ります。あ、トークの日。トークの日、今日は公衆電話の日だ。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございました。今日は、はい、呼ぶのは誰ですか。みずきちゃんです。カタログを持つのはわー、まいちゃんかな。 OK です。はい、あざす。まいちゃんカタログ持つ。よろしゅう。よろしくお願いします。じゃあお二人から目で合図してください。テレビ娘の世代の時に、あもう適当に言ってもらえないですか。カズキ持ってもらおうかな。あ、じゃあカズキちゃんです。はい、っす。じゃあこちらはよろしいですか。私が持ってます。はい、はい、OK。 あ、でもポスター向こうだから向こうの方がいいですか。いやいや、ポスターからパーンってくるから。カズキちょっと見てほしいんだけど、はい、写真だけは見たいんですよ。はい、だから写真になるとこは。はい、わかりました。もう一回でいい。わかりました。はい、じゃあお二人寄ってください。はい、最近よくやるんだよね。あ、これプレゼントで多分後で言う。あ、はい、そのでわかりました。そんな記憶欲しいんですか。てか、うちのお父さんのお兄さんにもそっくりだし、学校先生にも似てる。ん？似てる人がいっぱいいるんですよ。この辺がですか。いないです。
お台場レインボーステーションを楽しんでいただいてますでしょうか。いやーねー、バニラビーンズの皆さん、うん、はい、ねー、かわいらしくて、かわいらしいお人形さんみたいでね、今日もなんかすごく素敵なセクシーな感じでしたよね。いつもと違う衣装でしたよね、赤と黒でちょっとかっこいい感じの、ね、かっこいい感じでした、衣装でしたけれども、いかがでしたでしょうか。